シンド号主級潜水艦は、インド海軍が運用する通常動力型潜水艦。ソ連、ロシア海軍のキロ型潜水艦のインド、海軍向け輸出型であり、建造もソ連ないしロシアで行われた。本級の形式についてはプロジェクト 877EM ないしプロジェクト 877E であり、また10番艦についてはプロジェクト8773とする説もある。 10番艦は、心臓時より、他の艦は収益後の回送により 3M-54、クラブ対艦巡航ミサイルの運用能力を有する。船体は、累積型船型、完全複角構造である。6区画の水密区画から構成され、1区画の浸水に対する耐性がある。静粛性向上のため、機関はラフトを開し船体に取り付けられている。 船体及びセールの表面はソナーの反響低減効果があるゴム製の吸音タイルで覆われている。胴タイルは熱帯海域における太陽光線による劣化対策として表面をオゾンにより加工処理されている。センダはソナーへの影響を考慮し、船体チューブ、セール基部前方に設置され水平引っ込め式となっている。全館、電池をロシア製から ドイツ製をインドでライセンス生産したものに収益を交換している。MGK-400EM ソナーは MGK-400 ソナーの基本的な寸法を維持しつつ通常動力潜水艦のために最適化されている。アンテナは高度な受信要素を包括している。システム機器は現代的で高速でデータ処理可能なコンピュータと多機能表示から構成される。 システムの戦術的、技術的特性は相当改良されている。システムには雑音と妨害状態の測定と制御、主なモードによるソナー操作範囲の予測という新しい機能がある。自己診断装置は品質、信頼性及びシステムの操作の容易さを高めている。省力化のため MGK-400EM ソナーは情報を 共通表示するコンソールが用いられ、MG-519EM 機雷相当システムが組み込みまれている。ENB-110EM 群れな戦術情報処理装置を装備し、同時に3つの異なる目標の捜索、うち2つの目標への攻撃が可能である。なお、優先誘導魚雷が発射可能な魚雷発射艦は2機のみである。十番艦シンドシャストラを除く各艦は、 順次改装のため、ロシアへ、開港改装を実施中であり、2009年現在9隻の、うち6隻が改装を済ませており、1隻が、改装中である。改装内容は、前述の通り 3M-54 クラブ、対艦巡航ミサイルの運用能力を付与にあり、3P-14 ポリエチレン化機管制システムを、追加搭載3、3M-54E クラブ S 体艦。 または 91RE-1 対戦、巡航ミサイルを合計最大10発搭載可能となった。なお、監視ソナーに関しても、MGK-400 から MGK-400EM への換装が行われている。本級は、キロ型の中で初期に輸出された事例であり、1983年にソ連へ発注された。当初10隻を予定していたが8隻に削減され、 1986年から1991年にかけ引き渡された。1990年に2隻追加発注され、1997年から2000年にかけ引き渡されている。2008年、ムンバイ沖で演習中だったシンドコー州が商船と衝突した。2010年、ビシャカパトナム港で停泊中のシンドラクシャクが火災事故を起こした。 原因は電池の整備不良で漏れ出した水素に引火した。損傷したシンドゥラクシャクはロシアに開港され、修理と共に巡航ミサイル発射機能の追加やソナーの乾燥もいった。2013年8月13日深夜、作戦公開準備中のシンドゥラクシャクがムンバイ海軍交渉で爆発事故を起こした。爆発で艦隊は浸水し、 乗組員18名の死亡が確認された。被害は甚大で、シンドゥラクシャクは修理されることなく除籍されることになった。なお、隣接して停泊していた、シンドゥラと名も爆発に巻き込まれて損傷した。海外艦艇ニュースインド潜水艦が事故で廃棄か、世界の感染787周回任者。ありがとうございます。